してんの？あ、これね、逆さまだけどこれすごい。10個見つけた？まだあと4個、頑張って。じゃあ励んでください。しほちゃんは何してるんですか？ LINE が忙しいですか今日も？いや、今はあの呪術廻戦のシーズン2のビジが解禁されたっていうちょっと記事を読んでました。マジですか？はい、でさ、で私さ、すごいサイゼリア、今日サイゼリア来たんだけど、すごいサイゼリアファンで、見て私のボーンのラーメン。かわいい。かわいいですよ。これでさ、この子でね。この子だよね。どの子だ？絶対この子だよね。この子ですね。かわいい、マジで。ちょっと映るかな。そう、すごいもうあの、またね、変わっちゃったんだけど、絶対この子。この子だよね。下ペロって出してるね。下ペロって出してるこの子がすごい可愛くて。マッチング撮ろう、ちょっと。かわいいですね、マッチング。これ、ここで写真撮ったんでしょ？ここで写真撮ったの。そうだよね。また撮ったの？撮った。違う子にしたの？違う子にしようかな。違う子にする。どう思う？え、これ今撮ったやつ？うん、この前と違う。一緒じゃない？え、違うの？あんまり変わってなくない？違うの、向きが違う。あ、向きが違うの。ほら、正面向いてるでしょ？この子はね、うん、次はね、すごいシャービサービス。すごいシャープサービスショットでさ、なんとウィンクもしてるんだからね。ほんと今すごいよ、ほんとに。あ、これね、ウィンクしてるし、こっち向きなの。え、違う子にしようかな。違う子もいいかもな、案外。もうどの子がいいと思う？なんか口開いてるのと口開いてるのどっちがいいと思う？どっちも可愛い。ピザ大きいから、これこいつ、こやつね。オッケーオッケーオッケー。ピザに似合う。ピザに似合う。小エビが来ました。おいしそう。来た。おー、あ、これおじさん。じゃあどれがいいかな。ちょっといろんな人撮っとこう。いろんな人撮っといて後で決めたら。待ち受けは何？この子たちともう決定なの？この子かわいい。ラインがうるさ。うまっ。おいしい？両方。優勝おめでとうございます。リムが黙々と食べております。リム車酔い治った？やっぱお腹空いてたんだね。リム全然酔わないもんね、もともとね。めっちゃ食べる家族だね。やばい。女3人の量じゃないもんね。え？女3人のさ、女の量じゃないもん、ね。そうだよね。女3人でこれだけ食べます。楽しい、甘くない？キイちゃんが一番。他にもデザート食べると、大丈夫だよ。デザート食べる。ねえ、リミ。ほら、我が家はいつもデザートまで食べるの。そうなんです。もう今日は4月2日ですよ。もう学校始まるね。超楽しみなんだけど。リミちゃんもクラス替えだし、しほちゃんは中学生だしね。クラス私、2組になりたい。え？2組。2組になりたい。リミは3組になりたいんだよね。だよね。まあ、だけどやっぱ1組でもいいかな。希望のクラスになれるといいけどね。だけどやっぱ偶数だったよね。そうなの？かっこいいとかあるクラスに。奇数の組はあんま好きじゃないの。そうなの？偶数だったよね。4組。あと何組あるんだろう。8組ぐらいあるの。じゃあ8でもいいかもしれない。まあ、この後ちょっとね、あの新学期の準備ということで、はい、まあ、上履きとか、まあ、リミちゃんの上履きか、しょうちゃんも買ったからね。私外靴を買います。
白いやつじゃないとダメらしい。そうだね、うん、なのでちょっと準備をして、はい、まあプラプラしてたいと思います。そういえば昨日さ4月1日でさエイプリルフールだったじゃん、うんうん、なんか嘘ついた嘘ついた人、お一人いた。嘘じゃないの、君は嘘つかなかった。昨日エイプリルフールだった。昨日エイプリルフールだったよ。パパにエイプリルフール今日じゃないよって嘘ついたのすごいね、かわいい、かわいい、そういうことを思いつくことがすごい、すごいね。で、しおちゃんは私友達に LINE して、うん、すごい慌てた感じがして、うん、ねえねえねえ、やばいやばい、あのさ、私彼氏できた、彼氏できた、あ、嘘ですよ、エイプリルフールだって、うんうんうん、ただからさパニックパニック、パニックパニックとか来て電話来てさめっちゃびっくりしたんだけど、もう慌てて、お友達が慌てて電話かけてきたと。電話出るじゃん、うん、もしもしっつって、うんうん、どういうこと、パニックパニック、やばいやばい、どういうこと、ちょっと今多分ちょっとパニックすぎて八の字に歩いてるよ私八の字に歩いてるのすっごい焦ってて、うん、すごいもうカミ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 、それでさ、うちがさ超爆笑してさみたいな。でもそうだよね、いきなりさ好きな人もいないのにさ、でさちょっと前日遊んでたよね、うん、前日映画とか行ってる友達で、うん、好きな人の話とか全然してないのにいきなり彼氏できたらビビるよね、今まで何だったのみたいなね嘘ついてたのってなるよね。そうだよね、逆にね、死んでたこうやって、うん、もうちょっと話していい、ちょっと話すね、うん、って、うんうん、だから本当に申し訳ございませんでしたってやって、うん、そしたら、え、何って言ってるから、うん、今日ね、何日か分かる？ 4 月の11日だよ、エイプリルフールなんだって言ったの、うん、そしたら笑ってくれたんだ、よかったね、怒らないって本当にごめんね、ちょっと怒ったらどうしようかと思って、本当にごめんなさいって言ったら、いや、全然いいよ、そっか、エイプリルフールが忘れてたわって言われて、うん、いい子です、ね、いい子だったよね、もう本当にいい子、本当に、しかもね、最後にはね、あのね、本当にごめんねって言ったら、いや全然私も楽しみたし本当にありがとうって言われちゃって、しまいにはマジでいい子、本当にね、うん、リミがしまいにはってありがとうって言われたの、私もごめんねありがとうって言っといた、いい子、マジでいい子ですね、という4月1日でございました、はい、面白かった、はい、買いまーす電気屋行ってきました、はい、じゃん、電気買ってきました、電気買ってきた、蛍光灯です